はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではミスティックアーク、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、このティンクルの町の西のね、あのガムの森に行きまして、狼退治をね、まあしまして、赤帽子ちゃんをね、まあ助けたところで、前回は終了したんですけれども、今度はなんか東の森の方にね、魔物が出たという話なので、このクルの森ですね、まあ多分こっちだと思いますので、果てしなく深い森なので気をつけましょうということなので、今回はね、このクムの森の方に行ってみたいと思います。あ、そういえばですね、実況外でね、また少しレベルを上げまして、権現がレベル41、ミレーネがレベル36、ラックスもレベル36、リーシャインもレベル36ですね。で、トキオがレベル37、カミオがレベル36、メイシャがレベル37までね、上がってますね。お、ここでは初めての戦闘かな。あ、4体もいますね。で、なんか新しい敵がいますので、まずは波動一発、あ、一撃でいけますね。ダメージは食らいます？食らわないですね。まあ、だいぶね、あの時間をかけてレベル上げをしたんですけれども、なかなかね、やっぱりもう40万ぐらいね、経験値が必要になるので、なかなかね、レベル上げも大変だったんですが、まあこれだけ強くなってればね、普通に戦っても大丈夫でしょう。分身斬り、これじゃ一発では倒せないですね。もう一体ですね、まあ眠ってもらいましょうか。この4体でどのくらい経験値もらえるのかな。ハーミットとジャスミン49とカースドウォリア、あ、6600、結構もらえますね。ん？香水、香水は何でしょうかね。初めて手に入れるアイテムなんですが、魔力を刺激する香りがする。ん？ちょっと使ってみないとわかんないですね。こっちかな？また敵がいますので、この両脇のやつはなんか機械の世界で見かけましたね。あれの色違いかな？よし、あと1体ですね。眠りますかね。あ、効きましたね。あとはじゃあ波動でバスッとね、倒しちゃいましょうと思ったら倒せない。ふう、両脇のやつがジャスミン49っていう敵なんでしょうかね。あ、また香水、香水はなんだ。まあ、後で使ってみましょうか。あ、っていうか、今使えるのかな？ん？なんだろう。わからない。まっすぐかな？ここも結構広いですね。あ、宝箱がありますね。アサシネーターを見つけた。アサシネーターと言われましても分かりませんね。攻撃力70のナイフ、結構強いですね。まあおそらくナイフ系はミレーネかな。まあ、一応装備させてみましょうか。どのくらい上がります？プラス25、結構強いですね。
よし、これで OK かな。あ、これ以上はいけない。ん？ここはなんだ？アサシネーターを取りに来る場所なのかな？あ、ちょっと残っちゃいますね。あ、これは即死魔法。危ない。即死魔法を使ってくるんですね。ということは、一応デスガードを主人公にかけておけば、全滅はないので、まあ、これで一安心かな。あ、逃げちゃいましたね。危ないところでした。こいつは一撃では無理ですね。じゃあ波動。よし。では戻りましょう。戻りましょうはいいんですが、行く道、あ、下に行けるのかな？行けない。あれ？どうやって行くのかな？こっから来たのかな？あれ？戻ってきちゃいましたね。ん？あ、下行けますね。また戦闘ですが、こいつはまあ、あんまり大したことはないかな。まあちょっとね、一撃では無理ですが、そんなにいやらしい攻撃もしてこないと思いますので、まあサクッとね、倒しちゃいましょう。メイシャの攻撃じゃさすがに無理ですよね。よし。ハーミット。あ、宝箱発見。ん？ウィザードアックス。ウィザードアックスは、まあ、斧だと思うので、まあ、多分紙王ですよね、きっとね。まあ、装備させてみましょうか。あれ？ん？紙王。プラス52。相当強いですね。ん？ここも外れルートなのかな？正解のルートがわかんないですね。ここまでは OK なんですが、あれ？行け、あ、こっから下に行くのかな？ん？あ、これが魔物？あれ？おいらが怖くないんだね。はい。よかった。みんな逃げ出しちゃうから弱ってたんだよ。ねえ、教えてくれないかな。おいら、塔を探しているんだ。塔。ティンクルって町の西の森の森の中だって聞いてきたんだけど。え、東だって？ここはティンクルの東なの？そうですね。なんだ。通りでいくら探しても見つかんないわけだね。よし。じゃあ早速、西へ向かって出発だ。へへ。おいら、塔に行って勇気をもらうんだ。あ、そうですか。そこに住むすごい魔法使いが、どんな願いでも叶えてくれるんだってさ。なるほど。別に人間に害を加えるつもりはないんでしょうかね。こっちに行くのかな？先に行けますね。波動。一撃じゃちょっと無理ですね。ミリ残りなので、メイチャーで倒せます？行けましたね。これで分身切りをすれば、一発で倒せるかな？あ、行けましたね。
よしよし。さっきのなんか魔物の行方も気になるんですが、先に、先頭かな、先に行けそうなので、ここはデスガードを主人公に先に使っておきましょう。危なっかしいですからね。来た。ふう、分身切り一発じゃちょっと倒せないですね。2発お見舞いしないと端っこのやつはちょっと倒せないと。あ、また残っちゃいましたね。倒せます？ 1 ちょっと残っちゃいましたね。まあしょうがないか。あ、フィギュア使えばよかったですね。忘れてましたが、波動なかなか強いですね。まあ眠ってもらって、攻撃しちゃいましょう。よし。ふう、先に行けるんですけれども、ここはまっすぐでいいのかな。特に上方向とかに行けるわけでもなさそうですね。あれ？これはもしかして無限ループかな。無限ループっぽいですね。奥に行っても意味がないんであれば帰りましょうか。とりあえずデスガードをかけておいて全滅だけはしないようにしましょう。波動で両サイドのやつかな。あ、ちょっと残っちゃいますね。ダメージ食らってるからいくらか波動の威力が減ってるんでしょうかね。全滅だけはしたくないんですが。危ない。ああ、なんかしてきましたが。とりあえず大丈夫でしたね。まあ、もう一回右の方に行って、同じような景色であれば帰りましょうか。あ、一撃ですね。まあ、これでいけるかな。大丈夫ですね。じゃあもう一回ちょっと右に行ってみて、同じですもんね。同じですね。これはじゃあもうこれ以上はいけないんですね。クリスタルは使えない。じゃあワープゲートで戻りましょう。そしたらまあ一回止まりますか。はい、もうお金もねだいぶ貯まったんですけれども、もう使い道がねあんまりないんですよね。まずは王様に報告しに行きましょうか。魔物は別に人間に害を加えるつもりはないという感じではあったんですが、まあ、このティンクルの町も、まあ、至って平和ですからね。じゃあ王様に話しましょう。ライオンが勇気を？そうであったか。危険な魔物というのは早とちりであったか。そうかそうか、うんうん、それは何よりである。そうですね。さてと、そなたへの褒美であるがいかがいたそうかな。アークくれませんかね。うむ、明暗があるわい。そなた、その魔法使いに会ってみんか。
うまくいけばそなたの望み叶えてくれるやもしれんぞ。なるほど。わしが思うに、その魔法使いとやらは、よ捨て人のわずであるに違いない。よ捨て人のわず。ここにわしからの紹介状がある。わずに見せるとよかろう。紹介状を手に入れた。紹介状、一応見てみましょうか。国王からもらったもの。内容は不明。今15分40秒50秒ぐらい。じゃあ塔行ってみましょうか。まああんまり複雑そうなダンジョンだったらば困っちゃうんですけれども、まあ、とりあえず行ってみましょう。ワズの塔に行くには左上から行くのかな。西ワズの塔、こっちで合ってますね。ここの町はなんかあれ行けないん。船に乗るんですね。何喋ろうとしたんでしたっけ。そう、ここの町はなんか行き先がはっきりしてるというか、どっちに何があるっていうのがね、ちゃんと分かれてて分かりやすいですね。まずはデスガードを私ゴンゲにかけましょう。まあ他の仲間もね結構育ってるんで、万が一、まあ、TOKIO とかがねやられてもなんとかなるようにしておきましょう。で、厄介なやつはね先に倒しちゃいましょう。これでじゃあ分身切りをお見舞いするわけなんですが、分散してもらった方が本当はありがたかったんですが、まあ、ここはじゃあフリージングヘルでも使いましょうか。これでいけるかな。全然無理ですね。そっか、フリージングヘルよりも乱れ打ち、 TOKIO のね全体の即死魔法みたいなのがあるんで、そっちの方が早かったかもしれないですね。ただまあやっぱりあんまりね MP がないので乱発ができないんですが、4体いるときはそっちを使った方が良かったかな。まあ後でね機会があったら使ってみましょう。分かれ道、何体 ?3 体か。3体ならば、まあ、TOKIO の即死魔法を使ってみましょうか。わ、大丈夫かな。魔法、デスフレアですね。まあ、20ポイント、まあ、経験値じゃないや。MP 使っちゃうんでね。あ、全然効かないし乱発ができないんですけどね。しかも全然効きませんでしたね。まあ、レベル上げをねしてるときはガムの森でねずっとレベル上げをしてたんですけれども、あそこの敵はねなんかさっきのデスフレアがバンバン効いたんですが、ここの敵は効きませんね。レベル依存なのかな。なんか使ってきましたが、まあいいでしょう。まあ、とりあえず全滅を避けましょう。分身切り。1回の戦闘でこんだけ時間かかっちゃうのはちょっと嫌ですね。TOKIO がレベルアップしちゃいましたね。香水。香水って何でしょうかね。魔力をどうのこうのとか言ってましたが、宝箱を発見。吹雪のボトル。まあ、これは戦闘アイテムでしょう。
あれ行き止まりかな、なかなか道が分かりにくいですね。そういえばボートを乗るとも久々ですね。一番最初のあの猫の世界でね、一番最後の方にボート乗りましたけれども、それ以来ですね。また厄介な敵がいっぱいいますね。まあ、デスガードはそんなにね MP の消費がないのでバンバン使っていきましょう。次はもう一回 TOKIO のデスフレア使ってみましょうか。これが効けばね全滅させられるんですが、一体だけしか効かないですね。まあ、レベル依存なのか、まあ、敵によってその魔力に耐性があるのかねちょっと分かりませんが、あまり効かないですね。もうちょいで何気に名車が食らってますね。また香水ですね。魔法で回復しちゃいましょうか。ヒール、はい、違う、フルヘルスで治ります？満タンですね。あれ？行き止まりですね。あれ？行く道が分かりませんね。また敵が多いな。波動で真ん中。一撃でいければ OK。 分身切り178のダメージ、あんまり効かないですね。ここはもうバンバンね魔法も使っていきましょう。これで右側のやつは倒せるかな。うん、名車が前線に出ちゃうからダメージを食らうんですね。まあ300もあれば大丈夫でしょう。よし、また香水。香水は何だろう。TOKIO に持たせてみて MP 回復っぽいんですよね。これで使ってみれば効果が分かりますが、今126ですね。あ、そうですね、やっぱり MP 回復アイテムでしたね。あ、そっか、こっからはいけないのか。ここの塔は次回に回した方が良かったのかな。まだ塔についてないですからね。ん？あ、こっから先に行くのかな？違いますね。あ、でも下に行けない。あれ？行けないですね。行く道が分かりませんね。分身切り。これで倒せないか。何気に MP もなくなってきつつありますが、もうバンバンね使っていきましょう。これでいけるかな。ドーンと、あ、ちょっと残っちゃいますね。さすがに強い。よし、行く道が分かんないな。こっちは宝箱があっただけですもんね。ちょっと戦闘避けたいんですが逃げられませんね。
また同じ組み合わせ。もうこの組み合わせもそろそろね、見飽きましたね。分身切り。よし。まあ、あとは、適当に殴っちゃいましょうか。まあ、無理ですよね。波動を、こっちかな？これで分身切りをかませばいけると思うんですが、まずは一体いけるかな。あミスですかい。波動よし。あれでも行く道が分かりませんね。塔に行きたいんですけれども、塔がどこにもないですね。いっぱいいるな。これは逃げましょう。逃げましょう。あれ？上は行き止まりですもんね。まあ、これは3体なので戦いますか。これだけレベルを上げても敵の攻撃の方が早いんですよね。非常に困った感じです。魔法使いましょうか。あと2回ぐらいしか使えないですね。まあ、時期でね、MP をいくらかは回復できるんですけれども、そんなにね、回復量が多いわけではないので、マックスにするのはちょっと無理ですね。これでいけるかな？よし。あ、名医者がレベルアップですね。あれでも行く道がわからないな。あ、ここ行けるんですね。なるほど。やっと行く道がわかりました。また船に乗っていくのかな。わかりにくいですね、上陸ポイントが。4体は面倒なので逃げましょう。ここはどうなってるんだ。結構塔に行くまで時間かかっちゃいますね。もう30分近くになっちゃいましたが、こっから塔行けるのかな。上、とりあえず上に行ってみましょう。ここは上陸はできません。まあ普通にねゲームしてるだけであれば全然ね探索してもいいんですけれども、実況ですからね、あんまりこうダラダラ長くなってもね、ご視聴いただいてる方に申し訳ないので、なるべくね、あの戦闘とかもサクサクやるために、まあこれだけねレベルを上げてるんですが、結構時間かかっちゃいますね。右側は倒せないですよね。ちょっと無理ですよね。まあ、これで OK でしょう。ふう。あ、そっか、香水使えばいいのか。一応香水を名医者に持たせておきましょう。で、使っちゃいましょうか。あ、別に交換する必要はないのか。あ、間違えた。間違えちゃいましたね。ん？なんだここは。そして新しい敵。とりあえず波動。
あ、一撃ですね。分身切りで倒せます？ここは倒せそうですね。名車に香水をね、使いたかったんですけれど、思いっきり間違えちゃいましたね。香水を、名車、80ポイント、MP が回復しましたね。今までのアイテムであれば、何ポイント MP を回復するとかね、説明あったんですけれども、香水だけないですからね。ここの敵はまあ弱っちいので、ガンガンね、倒していきましょう。分身切り。あ、入るか。2回目で倒せれば OK。エルダーグール。そして、ここはただ一本道でぐるぐる回って、行けばいいのかな。あ、でも外部に出られそうですね。お、新しい敵。なんか懐かしい敵ですね。一番最初の世界でね、こんなやついましたよね。ダメージがでかい。魔法を使ってみましょうか。デスフレア。これが効けばサクッとね、勝てるんですが、いけましたね。デスリッチ。楽チン。こっちは、あ、宝箱。魔導の鏡、いりませんね。単純にここは一本道でいけそうですね。あ、宝箱。イカズチの弓。弓は本当にね、使わないというか、まあ、他のね、仲間の武器だと思うんで、使わないんですけどね。まあ、一応、リーシャインでいいのかな？まあ、装備させてみましょう。マイナス9。あ、これはダメですね。じゃあ、撃っちゃいましょうか。また戦闘。まあ2体だけであれば波動と分身切りでいけるかな。あ、ダメージが、そうだ、結構でかいんですよね。だんだんね、波動の威力も衰えてきておりますので、まあ、戦闘が終わったら回復しましょうか。普通に切った方がダメージが高かったりもしますからね。ふう。フルヘルスで直しちゃいましょう。こっから先に行くのかな？ん？戦闘。波動一発で行けます？あ、満タンであればいけそうですね。もうちょい。よし。そしてこの塔はどこまで続くんでしょうかね。うわ、またぐるぐると上に行きましょうか。多分これ登ってるんだと思うんですけどね。あ、また宝箱。魔導の鏡。魔導の鏡は使ったことないですね。そのワズっていうのも、ボス戦とかになるんでしょうかね。3体か。3体はデスフレアかな。さっきはね、バスッと効いたんですが、これはいけましたね。よし。あと6回しか使えないですね。お、また戦闘。なかなか戦闘避けられませんね。
波動一撃と分身斬りでいけるかな。よし、だんだんね MP も枯渇してきちゃいましたからね、ケチっていかないと。あれ、あ、戦闘か。ん、新しい敵ですね。まあ一応波動で体力高いですね。あ、こいつもなんか一番最初の世界で見ましたね、グランダー。なんかあのモグラみたいなね、あのモンスターをガンボス軍とあのブラッド複合で取り合ってましたね。懐かしい。あれを撮影してた頃はまだ季節は夏でしたね。波動結構ね、このシリーズももう40、今回で41回目ですからね、相当長いシリーズになりつつありますが、撮影を開始したのは本当に夏でしたね。ふう、まあ、ここは単純にぐるぐる上に登っていくだけなのでそんなにね大変ではないんですが、何せ戦闘が多いですね。デスフレア効きますかね。あ、効きましたね。よし、楽ちん。さっきの森の敵はね全く効かなかったんですが、ここに来てね効き始めましたね。こっから行くのかな。あ、さっきのライオンがいますね。いや、やっとここまでたどり着いたのに、オイラの勇気。ん？この人がワズ？かな？ん、戦闘になるのが怖いので、一応回復しておきましょう。ワズ。はい。ワズは私ですが、ゴンゲンはワズに紹介状を渡した。そうですか。王様がそんなことを。しかし、少しばかり来るのが遅すぎたようです。ん？確かに私はどんな願い事も叶えられる大魔法使いでした。ほう。でも、いきなり現れた闇とかいうやつに魔力をすべて奪われてしまい、あら、今では見ての通り普通の親父です。なるほど。それにしてもあの闇というやつ、なんとも恐ろしい。王様にはくれぐれもお気をつけるよう伝えてください。了解しました。それとあなたにはこれを差し上げましょう。せっかくこんなところまで来たのですし、私には用のないものですから。ワズの杖を手に入れた。闇のいる場所を知りたければ宿屋へ行くといいでしょう。宿屋。グレーセルという女の子が占ってくれるはずです。なるほど。その前にワズの杖、どれだ、これか。攻撃力64の杖は交換しちゃいましょうか。まあこれは名車かな、まあ、装備してみましょう。プラス16、うん、だいぶ強いですね。さて、じゃあ帰りますか。あ、クリスタルは無理。ワープゲートでティンクル。で、宿屋の女の子っていうのは、まあ、グレーセルってこの子だと思うんですが、まあ、時間もね、ちょうどいいので、今回はこの辺で終了したいと思います。まあ、次回ね、このグレーセルに話しかけてみたいと思います。
はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。